ノックスの高木。ワードウルフやります。ワードウルフ。ちなみに今3分いきます。はい。おー、はい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 。これでこれです。あれかなっては思いますけどね。で、話し合い開始です。もう上のやつ気になるわ。何、恋愛系イベント。恋愛系イベント来ました。そうだね、恋愛系イベント、ね、恋愛イベントか、これほんまに。これ恋愛…恋愛系イベントじゃない。恋愛系イベントやったの。え、家族。ああ、まあ家族もあるな。あ、全然正直、はいはいはい、正直確かにそうだ。そうだね。そうやって考えたら、いやでも俺は家族あるよ。あるよ。そうだね。どういう感じで、どういう感じで、マスケどういう感じである、どういう感じ、うん、大まかに言っていい、大まかに言ってちっちゃい時からみたいな。大人になってくるとちょっと違いがあるけど。あー、なるほどね。すげー分かった、うん、すげー分かった。ちっちゃい時からだったらなんか、はい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 、今になったらみたいな感じは。すごい、お前に分かるわ、分かる、めっちゃ分かるわ。何言ってんの。ピークは、うん、多分その頃なんやろね、うん、でも、うん、違う風に変わっていく、その楽しみ方が。どういう風に変わった今最近は。だから最近で言うと、うん、この季節がやってきたなみたいな。ああ、はいはいはい、成人式ね。成人式一生に一度。もう分かったわ俺。え、俺も分かった、うん、ピンと来てないでしょ。来た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 。本当に、もうそれしかないもん。絶対あいつやわ。絶対あいつやわ。絶対あいつやわ。絶対あいつ。絶対決まった。いやー、まあ決まりつつはあるけど。どうなのかな。え、俺は、うん、子供の頃は別の楽しみ方があって、うん、今めっちゃパーリーピーポーしたい。今めっちゃパーリーピーポーしたい。顔でわかるよ。いつまで、いつまで。何がピーク、ピーク。うん、いつまで。俺7歳。うん、いつまで。俺7歳7歳。俺7歳いつまでも。まあ、いつまでもピークなんやけど、うん、終わりでーす。今週の派の人、はい、指さしましょうか。はい。いきます。せーの。おかしいって。だから、絶対マスクやで。いや、これ、最初の恋愛系イベントでピンと来てなかったからさ。そうやな。俺見ろ。危ない危ない危ない。俺見ろ、マスクやって。危ない、こいつら。パン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 。そんな感じやな。いつまでみたいな。そんな感じやな。で、ちょっとまとめようすね。ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、よろしく。